はいどうも、ダーギターチャンネルの山本です。視聴者さんから、ジャムオリジンのミディギター2ですね。こちらの接続方法がよくわからないというご質問をいただきましたので、それについて詳しく、説明してみたいと思います。それでは、行ってみましょう。はい、ではまず、DAW ソフト。僕の場合は、キューベース、12 Pro ですね。を使ってますので、Cubase の12 Pro を立ち上げます。で、ギターですね。ギターをシールドとオーディオインターフェースをつなぎます。で、オーディオインターフェースの方は、ご自身で使ってらっしゃる、ギターのインプットですね。につないでください。で、この場合ですね、ギターは、ハイGインプットにつなぐのが通常ですので、ハイGの切り替えスイッチがある場合は切り替えてあげる。で、もしくはハイGー専用の、インプットがあればそちらに入れてあげてください。僕の場合は、RME の Fireface UFX を使ってますので、こちらのトータルミックスで、マイクロ10番、こちらをインスト用、ハイGー用に切り替えてあります。で、この10番の音が来るようにオーディオトラックを作ります。アナログの10番ですね。で、こちらがエレキギターですので EG とつけて入れておきます。で、この段階ではまだ音聞こえませんので、モニタースイッチを入れます。はい、音聞こえますね。この先にモニタースイッチを入れて音を一度出しておいた方がいいです。というのは、ミディギター2を立ち上げた時に音が鳴ってない状態で先にミディギター2を立ち上げると、ミディギター2の方でのインターフェースのバッファーサイズの変更がうまく反映されない時がありますので、一度音を出します。で、このオーディオトラックのインサート部分にジャムオリジンのミディギター2を立ち上げます。インターフェースですね、ここ。インターフェースのところが、一応ですね、メーカーさんの推奨としては128サンプルあたりになってますので、128サンプルあたりでいいと思います。で、このバッファーサイズの変更なんですけれども、RME の場合は、こういった、セッティング画面があって、ここのバッファーサイズというところで、数字を変えられます。で、このバッファーサイズって何かっていうと、数字が小さくなるほど音が遅れなくなります。逆に数字が大きいほど音は遅れてしまいます。ただし、処理的には安定します。ただですね、これ音を出すソフトですので、遅れてしまっては非常に演奏しづらいですので、なるべく遅れない方がいいんですが、かといって、めちゃめちゃ早くすると、ここに、エラーマークが出ますので、128サンプルあたりが、メーカーさんの推奨となっています。で、ここで、あとは、音を出しながら、この部分ですね、ミディベロシティの部分。ここに反応が来てるかどうかを確認します。はい、反応来てますね。反応が来てれば、ミディに変換はできるということです。で、次に、ご質問にありましたのは、アンプルギターを鳴らしたいということでしたので、ここにアンプルギターを立ち上げたいと思います。インストゥルメントトラックです。ここでアンプルギター。僕はアンプルギターの M を持ってますので、こちらを立ち上げてみたいと思います。はい。アンプルギターが立ち上がりました。で、このミディギター2なんですけど、僕、まだトライアルバージョンのままですので、ある程度時間が経つと動かなくなります。ですので、この時はコンティニューを押します。で、ここにアンプルギター。これが立ち上がったんですけど、このインプットですね。この部分。このアンプルギターのインプット部分を、まあ今もう自動的に選ばれてるんですが、EG Inst 1 MIDI Guitar 2 64 bit MIDI Out。 これになるようにしてあげてください。これを選んであげることで、ギターを弾いたものが MIDI に変換されて、その MIDI がアンプルギターに入っていきます。
これで音は出るはずです。で、この時、このモニタースイッチですね。オーディオ側の。これは切らないでください。モニタースイッチが入ったままにしておいてください。で、アンプルギターを、のトラックを選択します。これで音が出るはずです。はい、音が出ました。ということで、接続の仕方としてはこれで OK なはずです。で、あとはですね、実際に、セッティングを煮詰めていって、より良い状態に持っていくんですが、正直ですね、アンプルギターはもともとレイテンシーが結構あります。どうしても遅れてしまうソフトです。ですので、ミディギター2を使ってアンプルギターを演奏するというのは、かなり厳しい状況だと思います。打ち込みの、デバイスとしてもし使うとしたらですね、アンプルギター自体の音は出ない状態にして、クリックを聞きながら生音でギターを録音する。で、それをデータに変換してもらうという方がいいと思います。で、そのデータを使ってアンプルギターを鳴らすということは、まだ、遅れたりしないんですが、実際演奏を、リアルタイムにしてアンプルギターの音を聞きながらというのは、遅れてしまいます。実際やってみますね。テンポを80ぐらいにします。で、メトロノームを鳴らしながらアンプルギターを弾いて、ミディギター2経由で鳴らしてみますが、かなり遅れて演奏することはかなり厳しいです。ちょっとやってみます。はい。こんな感じでですね、実際にメトロノームが聞こえてて、そのタイミングで弾こうとするんですが、アンプルの方がどうしても遅れて音が出てしまいますね。非常に弾きづらいです。で、もしこれを、アンプルギターの入力の、デバイスとして、ミディギター2を使いたいというのであれば、ここの音はいっそのこと出さないで、で、この状況で、クリックを聞きながら生音でギターを演奏する。これならば遅れないで済みます。はい。これでも録音できるんですが、当然ながら誤認識が結構発生するんですね。今録音したののものを、何も手直しせずに一度演奏してみます。こんな感じです。はい。という感じで、どうしても誤認識結構しますよね。ですので、ギターの音源の
入力デバイスとしては、なかなか厳しいものはあるんではないかなと思います。で、もちろん使い方次第なんですけども、メロディー弾いたり、ソロ弾いたりだったら割と大丈夫かなと。で、コードでしたら、コードストロークをですね、一個一個分けて取って、使えるパターンを、MIDI 化してあげて、それを貼ってあげるとか、っていうことであれば割と使えるかなと思います。ただ、リアルタイムの演奏としてはかなり厳しいものがあると思います。で、やはりこのアンプルギターを使って、ストロークをするんであれば、最初からストラムモードを使った方が圧倒的にやりやすいかなと思います。これですね、ストラムモードで、ちょっとデータ入れてみますね。はい。ストラムモードで入れるとこんな感じになるんですね。コードを指定する音程を入れてあげます。で、そこに、パターンを指定するデータ。今、この場合だと C3 です。これがパターンを指定するデータ。で、この音程が変わってるのがコードを指定するデータです。で、ストラムモードにします。で、ちょっとですね、これでもぴったり入れちゃうとですね、やっぱ遅れるんで、16分音符1個分ぐらい前に、データをそれぞれ出しています。で、この状態で聞いていただくと、はい。という感じで、ストラムモードの方が当然、ギターらしい音、パターンで演奏してくれますので、アンプルを使うのであれば、ストラムモードを使ってあげる方が圧倒的にいいと思います。で、今時のですね、ギター音源、は、どの製品でも、大体ストラムモードあると思いますので、ギター音源、アコースティックギター音源を使うんであれば、ストラムモードを使ってあげる方が無難かなと思います。ただ細かいですね、ギターソロだったり、あとシンセサイザーのソロだったり、フレーズなんかを演奏するのに、細かく打ち込むの大変だなっていう時には、MIDI ギター2は、全然助けてくれる、プラグインだと思います。で、接続の方法としては、今、ご紹介したような接続方法でどのプラグインもなると思いますので、これでならない場合はですね、メーカーさんに問い合わせていただく方がいいかなと思います。これもね、DAW が違うともしかしたら相性の問題だったりとかもあるかもしれませんので、その辺に関しては私の方では分かりかねますので、どうしても、うまくいかないっていう場合はメーカーさんに問い合わせていただいた方がいいかなと思います。今ですとね、DeepL などの素晴らしい、翻訳ソフトもありますので、DeepL なんかを使ってあげると、綺麗に、日本語を、意味の通じる英語に、変換して、送ってくれます。僕もよく、メーカーさんに問い合わせるときはですね、DeepL を使って翻訳して、送ったりしてますので、そういったソフトなんかも使っていただきながら、問い合わせしていただけるといいんじゃないかなと思います。ということで、MIDI ギター2ですね。こちらを、使った音源との接続の方法を、解説してきました。で、MIDI ギター2の方の本体の中にも音源が結構入ってますので、ここですね、デフォルトは今何もならないですけれども、ここから選んであげると、こんな感じで音源選べますので、そうするとですね、これで中の音が鳴ってくれます。で、こちらの方が圧倒的にレイテンシーが下げられると思いますので、リアルタイムで演奏するときなんかは、MIDI ギター2の中の音を使ってあげるといいかなと思います。で、もちろん別の音源に、接続する場合も、音源によっては全然大丈夫な感じで出るんですが、どうしても音源自体にレイテンシーが発生するような重たい音源に関しては、かなり厳しくなると思いますので、なるべく発音の軽いものですね。
レイテンシーが発生しない軽いものを使ってあげるというのがコツかなと思います。ということで、今日はこの辺にしたいと思いますので、よろしければ高評価、チャンネル登録もお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。